ローゼムント合成とは有機合成化学における人面反応の一つでピロールとアルデヒドに酸を作用させ縮合感化した生成物としてポルフィリ乳導体を得る手法ポール・ローゼムントにより開発されたギ酸、酢酸、プロピオン酸が酸性の反応溶媒として用いられる非酸性の有機溶媒とパラトルエンする本酸等を用いる手法あるいは 復ホ放送やイビー酸などのルイス酸を触媒として用いる手法も知られる。反応の副生物からポルフィリンを取り分けるためには、クロマトグラフィーが利用され、ポルフィリン自身の色が目印となる。ロセマンド、PJ アム、ケム、ソーク、1935、57、2 0 1 2 2011、ドイ、10.1021、J01313A510 ロセマンド、 PJ アーム、ケム、ソーク、1936、58、625、627、ドイ、10.1021、J01295A027、実施例、ファルボ、RE ミンク、LM マーシュ、DFJ、ケム、エデュック、1999、76、237、アドラー、AD ロンゴ、FR フィノラリー、JD ゴールドマイシャー、 J. アッソー、J. コルサコフ、l j o r g 百六十1967、32476、ドイ、10.1021、常連1 2 8 8 a 0 5 3ありがとうございます。